皆さんこんにちは。真実を知って安全で快適なバイクライフをエンジョイしましょう。モーターサイクルプロフェッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。さてですね、今回ですね、エンジンのね、回転方向とピッチング、これについてお話ししたいなと思います。皆さんも聞いたことあるんじゃないかと思うんですけどね、正回転エンジン、タイヤがね、回転する方向と同じ方向に、横原地ですね、横原地でエンジンが回ってる場合、ウィリーしやすい。前が上がって後ろが下がるっていうイメージですけどね、しやすい。逆に、逆転ですね。前の方向はこうなってますけど、横原地でエンジンがこう、反対に目、回ってる場合、ウィリーしにくい。前が下がって、後ろが上がるというね、そういうイメージですね。そういう話、機会とかあることがあるんじゃないかなと思います。じゃあ、それをですね、検証というか確認していきましょう。縦置きエンジンの代表、BMW。元グッチもありますけども、ニュートラルでアクセルをワンワンとやってみるとですね、BMW っていうのは向かって前方から見て左、回り、反時計回りですね、カウンタークロックワイズにエンジン回ってます。そこでスロットルを開けると、ブワーンってやると、ご覧のように、この場合左にエンジンの回転方向とは逆方向に、バイクがブーンってね、ふらついてます。ロール方向に、モーメントが発生するというわけですね。これはいわゆる、反力と、アクションリアクションという言い方でいいかなと思うんですけど、エンジンが、アイドリングで一定の速度で回ってる場合は、バイク支えてますね。何も動きません。どこでバーンと上げると、その反力でいくわけですね。ずっと回ってていくと、こうしまいに倒れちゃいますんでね、そういうことがないということは、これをベースに考えると、確かにね、これをバイクね、横置きエンジンに置き換えると、BM と同じようなね、方向、正回転で回ってると、前が上がって後ろが下がる、VD しやすい方向にモーメントが発生しますね。ということは、逆にエンジンを逆転させると、前が下がって後ろが上がるという、ウィリーしにくいようなピッチングモーメントが発生するということが、わかります。そういう力が発生してるんだなということをご理解いただけるかなと思います。ちょっと話をですね、脱線するとですね、実はこの原理を利用して、不当静止、村田製作所さんの村田製作君、ロボット、自転車をこぐロボット、これ、前進まなくても止まってると。要するに、これ、ふらついた時に胸についてるですね、ホイールがボンと回って、その反力で起き上がると。そうすることで、不当停止ですね、自転車から足出さなくても倒れずに立ってるというのを、また製作所さんでは作られてます。もう20年近く前になると思いますけど、2000何年でしたっけ、こういうふうにホイールが右に曲がったり左に回ったりしてますね。これね、ちょっとね、よく誤解をされてる方がおられて、ホイールずっと回ってるわけじゃないんですよ。回ってないんで、ジャイロ、これをね、見て、ホイールがあるから回転するから、ジャイロ効果、ジャイロスタビライザーっていう言い方をされる方、たまにいるんですけど、申し訳ない。違います。これは右に回ったり、左に回ったり、バランス取れてれば回りません。だから、これは、リアクションホイール と言ってですね、いわゆる人工衛星、こういうのに搭載されてる、スタビライザーといえばスタビライザーなんですよね。要するに、こう、ぐっと動いた時に、その反力で元に戻して姿勢をね、調整するっていう、これ、ジャイロスタビライザーとは違うんですよ。ジャイロモーメントは利用してません。ちょっとここをね、誤解のようにしていただけたら幸いでございます。ということで、話を戻してですね、じゃあ市販車で、じゃあ実際どうなってるのと、見てみましょう。これ私のバイクですけども、ニュートラルで、これエンジン、正回転です。正回転でニュートラルで回してあると、前後のタイヤが地面でですね、支えられているがゆえにですね、ふかしても、何も起こらないですね。要するに、人間は足で支えてるんですけど、人間の体って、鉄で支えてるわけじゃないんで、別に動かないです。サイドスタンドで支えてればね、鉄で支えてます。ワンワンってやっても。これね、サイドスタンドは、逆にサイドスタンドがあったら、ビーム、バーンってやるとね、実は起き上がってくるからね。だけど、サイドスタンド側は、サイドスタンドがあるんで、ビクともしないですね。ちょっとさっき私はちょっと足を動かしたので、ちょっとシートは一瞬沈みましたが、アクセルをね、バッと開けても、
ほとんど動かないですね。サスペンションの、まあ、バネなんですけども、意外と、動かないですね。まあ、そりゃそうですよ。逆転エンジンしてますけど、結局、MotoGP のライダー見たら分かるように、ウィリーしてますよね。結局、もちろん、その回転方向によってどっちにピッチングするかっていう、そういう力は作用はしてるんですよ。作用はしてるんですけども、非常に原因が小さい。圧倒的にそのタイヤがね、地面を蹴って駆動力で、まあ、反力でね、このなる力の方が、トルクが発生する力の方が、まあ、はるかに多いということになるわけですね。まあ、その結果、まあ、なかなか体感的には分かんないかなと。まあ、一方でね、MotoGP、これちょっと去年、ドカティ、ね、ちょっとカウルがレース中に転倒してカウルが剥がれて、白日のもとにさらされましたけども、こうやってね、でっかいホロホイールついてるんですよ、最近の MotoGP。ねえ、こっちの左か、左か、こっちだとどっちだ、青い方のバイク、ね、走行中のバイクは、もう明らかにフライホイール回ってると思いますけど、市販のフライホイールより、はるかにでかいフライホイールがついてます。ですので、まあ、基本的にね、慣性モーメントによってね、反力も決まってきますんで、慣性モーメントと、その加速度、ね。バーンとアクセル上げた瞬間の加速度でその反力が決まってまいりますんで、まあでもただね、タイヤの駆動力に勝る反力が発生するかというとちょっと私はまあ疑問ですけども、まあでもプラスマイナスされますんでね、反力よりは、ウィリーしにくいというまあ傾向はまああるんじゃないかな、市販車よりは傾向あるかもしれませんね。まあ、ということでですね、エンジンの回転方向でピッチングに作用するという、そういう作用は発生してます。傾向あります。しかしですね、ウィリーしやすいとかしにくい、そこまでの、まあ、パワーはないかな、原因はないかなと思います。事実、エンジンの回転方向は逆になったから、MotoGP のライダーからウィリーしにくくなって、このバイクウィリーしにくいんだよねとかね、最近の MotoGP のマシンはウィリーしないんだよねなんて話は、ちょっと正直って聞いたことがないかなと思います。まあ、いわゆる後輪の、ね、接地点に作用する駆動力による、まあ、マシンをね、反作用の方がまあはるかに。ただしこれもちろんね、これね、バーンってジャンプしたらモトクロスみたいにね、ジャンプした時にアクセル開けたり閉めたりすると、 BMW のね、前から見たように足で支えてね、足で支えてないのと一緒ですから、村田製作が立ってるのと一緒なんで、それによって当然アクセル開ければ、まあ、回転方向によって動きが変わってくるということはあります。実際モトクロスのライダーはこれでね、姿勢制御、調整してますんでね、そういうことはあるかなと思います。まあ、ということで今日はね、エンジンの回転方向で、バイクはピッチングをね、起こす作用があります。ただまあ、タイヤが地面についてる、まあ、一般の市販車では、まあ、なかなかね、それは体感できないかなというお話をさせていただきました。次回をお楽しみに。ごきげんよう。